ちょっとやっつけすぎ倒しすぎなんだよな。しょうがないけどね、倒しすぎ。まだホークの方が可能性あるよな、やられない可能性が。うわー、食らうか。あとは生地、その、アーサーの場合は怒りが発動しちゃって隊長も倒してしまったっていう部分もあると思うから、隊長を倒してなかったらまた少し話が違うかもしれないよね。うわ、食らうね。十何パーぐらいのはずだけどな。いやー、そうですか。結構食らっちゃうな。もっと素早さ高い人に任せた方がいいのかね。あ、これこれ。隊長。隊長。隊長生きてほしかったな。本当に怖いな。ここ生き残ったらエルウィンドが星50超えると思うんだけど。50超えたらなんかあったりすんのかね。ああ、もう経験値が入らない。あ、もうレベルがマックスなんだ。だから入らないんだ。もったいないな。なんか、マージナイトいるんだけど。マージナイト、何かな。ファイヤーやめてほしいな。ファイヤー系だと、相性が悪い。頼むよー。サンダーあたりであってくれ。ライトニングであってくれ。なんだ。ファイヤー。くわー。ここまで来て。マジかよ。これは？こうしたらなんかちょっと少し変わるんじゃないかな。遠距離の人はアーサー攻撃してきてみたいな、その可能性は十分ある。魔導三兄弟、兄弟じゃないけどホークは。なんかうまいこと、うまいこと言ってくれ。隊長！隊長！隊長！あ！これよ、これ、これを待っていた。てか、なんか、ホークが全然、一回も攻撃受けなかったな。さっきね、ティニーが持っていたボルガノンを、城で撃って、で、リーンで、踊りをかけるっていうのがあったんですよ、行動的に。それがあったから、ホークにダメージが入ってた。っていうことだと思うんだよ、その乱数の変化的な、あれで。今回はもしかしたら、いけるかもしれん。ホーク戦闘で。経験値もったいないけどな。しょうがないな。よし。ちょっとアルテナたちを移動させるのをすっかり忘れていた。けど。いやー、移動させといた方がいいな、これ。ああ、けどじゃあね。ああ、いや、まあ大丈夫か。大丈夫でしょう。セーブ分けときゃいいでしょう。さあ、エルウィンドが、エルウィンド55。なんか変わった？ 50 じゃダメ？これ100必要とかだったら、本当にもう無理だけどな。ね、これ使用回数じゃないわ。敵倒した回数、星100になりました。ピカピカピカー、フォルセティに進化したとかだったり、すごいけどね。いいことって何なんだろうな。
全然わからん。さあ、もう特に何も考えず前出しました。もう大丈夫でしょう。ちょっと本当、味方が強くなりすぎたな。さあ、やっぱりこのカリスマ持ち2人を存在させたっていうことがこの第2章の勝因だろうな。エイディンとデューのね、子供たちに全然デューの能力が受け継がれなかったっていうことを考えると、もしかしたらカリスマを受け継がなかった可能性があるもんね。それやばいよな。それがなかっ、そんなことがあった日には第2部めちゃくちゃ大変なことになってた。エミナ、エミナ、フェミナ、フェミナ、フェミナ。フェミナはもう戦いに行かない戦いに行かないことにしましたということですね。はい。まあ、いやー、これでもどうだろうな。フェミナはその魔法防御があったから2体耐えて3体目でやられたんだけど、あれでなーね、魔法防御1しかないので、これ1体しか耐えられないんだよな。1体しか耐えられないでごわす。ごわすごわす。もうちょい来てくれたらもっとやりようがある？ 1,2,3,4,5 で攻撃して 6,7,8,9 で帰る。と、あー、いやー無理だな。もうちょいなんか位置が悪いな、これ。ここに置いとけばどうにかできるかもしれない。だね。うん、まあ、次のターンですよ。ここはじっくり行きましょう。焦ってもしょうがないから。そんでね、ここにいる人たち、もうほとんどメティオ持ち。この5人はメティオを持っています。なのでサイレスかけていくか。サイレス。ぐんぐん上がる。サイレス。クライ上がれ。やって、4、6。ランダム性がありますね、だいぶ。かかっているターンが。いいね。これ上に行ってくれることによってね、まあ、崖になってるから、下の方には来づらくなるということなんですよ。つまりはね、この移動範囲が制限されるでしょ？そこが、チャンス。こう言って、帰ってくりゃいいんだよ。
攻撃して帰ってくればいいんだ。オッケー。そしたらラナがまだ、いけるので、あれ、ちょっと待機を先にしないでくれよ。あれ、今までって待機先だったっけ。ここで杖でサイレスをかけますよ。スリープはいらんかな。倒せるでしょ。もう。もう二人。さ、もういらない。この今のサイレスすらいらなかった可能性まであるな。はいはい。はいはい。どんどん倒していくよ。あれ？痛い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 。うわー、避けますね。おーおー。やはりセリスをちゃんと前に出した方がいい。なんだもね。あー。アルビスが城を守ってるからこんなんなんだ。いやー、指揮官レベル高いね。ここで踊りをかける。リンも踊りだけでだいぶ来てるな。レベル17まで来てる、踊ってるだけで結構そりゃすごいと思うけどな。まあ、闘技場何回かやってるけどほぼ人と戦ってないからね。いいよー、どんどん蹴散らしてる。いや、気持ちいいね。こう、思い通りに行く戦いってな。ほら、行かせないよ。助けられる？助けてもよかったな。行かせないよー。ほらー。いやー、それなりに楽なマップではあったな。あとはこの人のちょっとお金をね、お金がいただきたくて。あららら、倒しちゃった。悪いねー。うん、まあ会話があるとしても、セリスぐらいだと思うけどな。次のターンだな、何にしても。もしかしてこの人この人セリスで会話すると何かあったりするかな。まあ一回一旦攻撃してみるか。うわー、強ー。まず一般兵でやってみよう。うわー、あ、そっか、これはあれだ、適性がないんだ。じゃあトローンで。うん、え、攻撃70もあるの、やばすぎだろ。戦力アップ。魔力40。うわぁ、守備力40の魔法防御40。すごいなぁ。こんな人を倒さないといけないのか。見切りがある。必殺が封じられるね、これは。ちょっと、トローン持って、待機だな。もう積極的に上げたい人なんて、リーンぐらいしかいないよ。ん？あ、回復してくれる。ありがとう、パルマークさん。そんなことしてくれるんだね。それは嬉しい。ふ、哀れな者どもよ。我が地獄の炎に焼かれるのだ。哀れなのはお前だよ。
避けた、ナイス。わあ、勝って勝ちこちだ。アルビスに恨みを持ってる人、オイフェ、オイフェもあるか。会話があるかどうかは分からんが、ないね。オイフェが一番恨みを持ってそうだけどな。じゃあ、あとはなんか人気持ちあたりでちょっと攻撃してみて。なんもないね。誰？シャナン。シャナンもあり得るな。やっぱあのね、城の中に待機してるときに、シャナンとオイフェが左と右にポンポンって言うから。ああ、ないんだ。アルビスに対しての会話が。じゃあ、斬鉄。ああ、斬鉄意味ないのかな。アルビス皇帝、あなたはなぜ私の父を。セリスか。よく来たな。その勇気は褒めてやろう。だがお前も我が炎に焼かれる運命にある。親子ともども哀れなものよ。なんだと？許さない。焼かれる。あー、すげえ暗い。じゃあもうアリスで。あ、でもアリスもダメなんか。必殺が封じられているから。結構めんどくさいな、そしたら。その前にセリスになんか渡してくれるかどうか見よう。パルマークさんが。パルマークさん、何かくれますか。パルマークさんは助けられないんだもんね。なんかくれ、話せる。司祭様、おかげはありませんか。おお、これはセリス様、お待ちしておりましたぞ。これをお渡しするまではと頑張っておりました。さあ、これをお受け取り、お受けください。これは、シャルフィー家の家宝、聖剣ティルフィングです。でもどうしてあなたが。それにはいろいろと訳があるのですが、ある方との約束で申し上げられないのです。これがティルフィングなのですね。確かに力がみなぎってくるようです。セリス様、一刻も早くシャルフィー城を取り戻してください。町の者は王子のお帰り、王子のお帰りになる日を長い間心待ちにしていたのです。はい、この聖剣さえあれば何も恐れるものなどありません。ご安心ください、司祭様。おお。技、素早さ。魔法防御20も上がるの。それは強い。ティルフィング、祈り。さあ、アルテナはちょっとね、会話したいから。コープルと会話したいから。パルマークさん、ちょっと、有能すぎんか。めっちゃ回復してくれるじゃん。これはもう、ティルフィングで決着をつけろと言っているようなものでしょう。アルテナ様、お怪我はありませんか。あら、コープル、ありがとう。私は大丈夫です。あなたこそ気をつけてね。無理をしてはダメよ。アルテナ様。マジックシールドをかけてあげたい。私は魔法防御が低いから心配してくれているの。あーん。危険なんだ、マジックシールドって。なんかユリアも言ってたもんな。アルテナ様は母のいない僕を可愛がってくださいました。あー。そういうことなのか。でも約束よ、絶対に無理はしないでね。約束を守れると誓える。じゃあお願いします。アホヤ代わり、偉大なるブラギの神よ、この者に大いなる神の力をあたへたまへ。すげえ上がった。5も上がった。すごいね。じゃあ次のターンいきますよ。次の次でもいいかもな。リーンが来るタイミングで。まあいいか、行くぜ。ティルフィングを食らった。あー、ティルフィングって食らえ。
たよえあんま強くねえ。そう、一発しか与えらんねえ。あれっす、お前も行け、イストルティンで。ほらー、くらえ。すごい、2回攻撃できる。あれっす、素早さ高い。あれっす、アリス君、素早さが高いようです。あー、くらう。もう魔法防御がないやつだったら、これ本当にやばいからな。あ、もう一回行け、アレス。もう一回行け。あー。えん。あー、アレスー。わー。食らう。リカバー。うん、ちょっとこの二人で攻撃していくしかないな。ちょっとセリスとアレスで攻撃していくしかない。この二人しか対抗できない。いやー、セリス一発しか本当に与えられないな。素早さ上がってんだけどね。そもそもの素早さが結構低いんだな。あー、結構ん、結構ギリ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 攻撃できてない感じだなこれ。アレスもしかして連続で出た感じか。アレスが19の5でしょ、だから14だね。あ、アレス連続で出ただけだこれ、追撃じゃなくて。なるほど。わあ、下がる下がる下がる。さあ、アレスから行け。ドラー、あー、アレスが倒してしまった。ディアドラ、ユリア。倒してもうた。いやー、終わりましたね。いやー、でもちょっとセリスで倒したいんだよな。セリスで倒させて。セリスで倒させてください。せめて。もう何をしてんの、もう何をずっとやってんのこれは。なんだよ、何がしたいんだこれは。何をやってんだずっと。もういいから倒させてくれよ。もういいよ。行こうよもう。はい、もうディアドラ、ユリア、もう特に買い物もないし、もう何だったんだよ。ずっとさ、制圧します。セリス、よくやった。ほら、見てみろ。市民たちがお前の帰還を祝って大勢詰めかけてきている。みんな本当に嬉しそうだぞ。そうだね。これが祖国なんだね。とても温かな気持ちがする。でも、まだ心からは喜べない。ユリが心配なんだな。セリスは彼女のことが好きなのか。そんなのじゃないけど。町の者の話では、彼女はマンフロイ司教に連れられて行ったらしい。多分グランベルのどこかに連れ去られたのだろうな。レヴィン、アルビス皇帝は倒れ、主への無念を晴らすことができた。でもなぜか虚しいんだ。それはこの戦いがまだ終わっていないからだ。それどころか、本当の戦いはこれから始まる。そしてこの聖戦が終わったとき、お前を初めて全ての真実を知ることになるだろう。全ての真実とは。
セリスたちの長い旅もようやくその最後の時を迎えようとしていた。解放軍の活躍は帝国の圧政にあえぐ人々を勇気づけ、各地で住民が蜂起した。まず最初にシレジアが住民の手に戻り、そして次にアグストリアが解放軍に呼応して兵を挙げた。だがグランベル本国にはまだドズルのブリアン公使率いるオノキ騎団グラオリッター、ユングビーのスコピオ公使率いる弓騎士団バイゲリッター、フリージ家のヒルダ女王を率いる雷騎士団ゲルプリッターなどの精鋭騎士団が温存され、そしてバーハラにはイシャルと魔王子ユリウスが謎の十二魔将を従えて不気味な沈黙を守っていた。イザークでの放棄からすでに1年余り。十二聖戦士は光と闇に分断され、肉親同士が相打つ悲惨な戦いが続いた。そして今、最後の聖戦が始まった。終章、最後の聖戦。十二魔将とはベルトマン、父上は死んだか。皇帝などはもはや無用の人間、殺す手間が省けたというものです。父上も哀れなものよ。貴様に利用されるだけ利用されて、用がなくなれば無残に捨てられるか。すべては殿下のなすまま。アルビス卿はゴフトの血を受け継ぎながら帝国の再興には反対されておりました。今日は炎の聖戦士ファラの気質を強くお持ちでしたから、いずれは殿下に敵対されたでしょう。分かっているさ。ところで反乱軍はシアルフィーまで来たそうだな。帝都の守りは大丈夫なのか。ご安心ください。シアルフィーの奪回はエッタのロダン司祭とドズルのブリアン公使に命じてあります。ご心配には及びません。そうか。ところでユリアはどうしている。この城の牢に捕らえております。誰かユリア王女を連れてこい。ユリウス兄様、覚えているのか。お前が消えてからもう7年にもなるというのに、すべて思い出しました。まるで昨日のことのように。それはよかったな。優しかった母上のことも思い出したか。あなたは誰なの。あの時マンフロー大司教が不気味な黒い聖書を持ってきた時、何もかもが変わってしまった。優しかった私の兄はその日にを限りにいなくなって、後に残ったのは恐ろしい力を持った悪魔の子だけだった。あなたは母様だけではなく兄様までを私から奪った。あなたは一体誰？なぜ私たちを苦しめるの？私はロフト一族の力を受け継ぐ者。この世界の支配者なのだ。ユリアよ、我が宿敵ナーガの力を受け継ぐ者として、お前にはここで死んでもらわねばならない。お待ちください、ユリウス様。あの娘にはまだ使いようがあります。後のことは私目にお任せください。何か面白いことでも考えたようだな。わかった。私はバーハラに引き上げる。後のことはお前に任そう。ただし油断はするなよ。やっぱりマンフロイが黒幕なんだよな、すべてのな。ユリウスも、なんだ、利用されてるだけなんだ、きっと。まあそういうことでしょう。ユリウス殿下のご命令だ。総兵隊、傭兵隊はこの地を死守せよ。混成騎士団はシアルフィー城を奪回するのだ。お前なんか助言してくれてたおじいちゃんじゃないの皇帝の命には逆らえないということか。いや、言いすぎ。わあ、なんか右下と左上に。いよいよだな、セリス。最後の聖戦が始まる。聖戦？これが？そうだ。ユリウスはロフト一族の末裔として暗黒帝国の再興を企てている。何としても食い止めねばならない。エビン、あなたは何もかも知っているのですね。話してください。一体どういうことなのです。すまないセリス、今までお前に隠していたことを謝る。私はこの十数年、世界の真理を探るために旅をしてきた。そして大きな秘密にたどり着いたのだ。秘密？ロプト帝国の創始者であるガレ司教は若い時に海を渡って世界を旅したという。その目的はある伝説の生き物の生き血を飲んで人間には及びもつかない力を手に入れることだった。まさか
古代竜族の生き地。でもそんなのは迷信でしょう。だが旅から帰ってきたガレ司教には不思議な力が備わっていた。もともと野心家だったガレはその力を利用して若者たちを感化させ、自分の思いのままに動く悪魔の軍団を作り上げたのだ。では暗黒神ロプトースというのは多分古代竜族の一人なのだろう。そしてガレの子孫にはその竜族の血が受け継がれている。ロプト族の悪しき力は竜族の力に他ならない。では我々の先祖である聖戦士とは。伝説ではダーナの砦で解放軍の12人の戦士に神々が降臨したと言われている。しかしセリス、この続きはまた後にしよう。今は敵の攻撃に備えねばならない。うわぁ、これで終わりなんだな。でもうわぁ、広っ。全ての城を制圧するとなるとだいぶ、でも真ん中だもんな、バーハラって。左まで行く必要がないかもしれないね、これね。一応村はあるな。ここに2つだけ。でもなんか、ここを攻め落とそうという盗賊がいない。もう。なるほど。サイレス。うわ、フェンリル。うわ、ここ結構だるいな。サイレス、フェンリル。フェンリル、サイレス、フェンリル。サイレス、なるほどね。はい。ということで、ちょっとコープルさんをクラスチェンジして、終わりたいと思います。最後の一人。クラスチェンジの、いやー、コープルさん、あなたをレベル上げるのは全然大変じゃありませんでした。リザーブがあったおかげでね。3、2、5、2、1。ね、やっぱ使えるよね。使えてなきゃおかしいもん。やっぱフォルセティ使えますね。オルセッティを装備するとどんな感じになるの？技と素早さが上がるね。めっちゃ素早さ上がるな。連続が出やすくなるかもね。と技も上がるから必殺も出やすくなるのかな？なるほどね。会話が意外と少ないな。ここ恋人になってんのか。シャナンとパティも恋人同士になってるからね。いや、今回多分恋人同士になった人が全然いないのよな。でもラナとアーサーが恋人になってる。恋人になってるけど、でも特にセリフ会話みたいなのないんだ。これ多分恋人同士の会話だと思うからね。五章のの終わり際も恋人同士の会話が結構あったと思うけど、そういう感じだと思うんだよな。はい。ということで、まあ終章ということですね。うん。これが最後の戦いになると、いやー、まあ長かったなって思ったけど、まだあるんだよな、続きが。はい。まあね、10章はそんなに大変ではなかったですけれども、まあ誰も死なずにね、生き残らせることができたのは良かったのかなと。まあ、アレスがね、非常に活躍してくれて、うん、あそこ本当は誰かが一人落ちててもおかしくないマップだと思うからね。ユリウスかイシュタルにやられる。うん。まあそこを生きながらえさせられたのは良かったのかなというふうに思います。終章、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ次の動画で会いましょう。またね。